こんにちは、杉浦日記 YouTube 版です。ただいまの時刻は1月29日土曜日午後5時5分です。ただいま愛知県の、設楽町津具、昔の津具村の、道の駅のキャンプ場に来ております。感じでテント張っておりますから、キャンプ場はもういっぱいで、キャビン付きというちょっと高いオフシーズンで7500円もするキャビン付きというサイトになりました。ですので、このテントは寝ることを想定してませんので、ただ単に今から薪ストーブで調理をするだけに使うために張ったテントです。これ今回初めて使うスパークアレスターチのボケないようにするやつですね。で、このキャビンなんですけど、もうすでに汚いんですけど、もうこんな感じで荷物が置いてあります。3メートル×3メートルテーブルだそうです。ちゃんと電源もあります。暖房はありませんが、こんな買った、カセット、ガスの、ヒーターが、ストーブが置いてあります。あ、そうそう、正式名称が鶴高原グリーンパークというところで、冬季はここだけしかやってません。こっちの方はオンシーズンだけやるそうです。ここだけしかやっておりません。ここ閉めて、この下をそうそうと思います。でですね、ここは火消し用のことを持ってきました。ダイソーで面白いものを見つけまして、これですね、赤軸を買う8時間持続200円でしたが、2回分入っていました。今入ったばっかりなんですが、なんかほのかに暖かくて、なんかいいです。先日燃えた、ここが燃えてしまった靴、また生えてきてしまいました。今日は燃やさないようにしようと思います。まだ負けついておりません。あと、昨日大久保にいろんな食材とか買いに行ってきたんですけれど、米なんですけどね、もうちょっと割高かな、割高ではあるんですけど、そんな、ちょっとご飯食べないので、こんな20入りの250円ぐらいでこんなに買ってきました。2000万円で楽です。これはお土産でいただいたふりかけです。本当の薪ストーブがあると、いろんなバーナーでなくてもいいのが分かったので、今日は何も持ってきてません。全部入れようと思っております。はい、なんかこんな感じです。シガーハンドランタン垂らされます。今日寝るわけじゃないんで、
まあ、下はパーパーに風が通るようになってます。高級なサイトなんで、ちゃんと街灯映ってますね、ここは。で、ですね。24時間空いてるステムエンドスペースです。なんと、お湯が出ます。お湯が出ます。じゃあですね、全部お互いはね、ここ、チェックインが2時でしたが、実はまたチェーン捜索に手間取ってまして、2時20分に、受付して、なんだかんだで3時ぐらいから設営したんで、今ぐらいになっちゃいしまいました。なんか、やはり今、マンホールテントが流行ってますね。というわけで、これから見を始めると思います。また、縦長の動画を改めてアップします。ご視聴ありがとうございました。